皆さん、こんにちは。津田宏明ですえ。今日はね、音声でお届けしたいと思いますが、先日ですね、あの、私のやっているプロコーチカウンセラースクール、ユニバーというね、コーチやカウンセラー、育成する学校をやっておりますが、その生徒さんが、ヒロさんにどうしても会わせたい若者がいるんですと。ちょっとこの子が悩んでて、話聞いてやってもらえないかなと思いまして、お時間ないですかって言われて、もう、まあ、いいよって。で、連れてきたんですよ。 4月から社会人になる大学生でしたで就職先も決まってるし、えー、いよいよ4月からは社会人として大活躍のステージが用意されてるんだけれどもなんだか気乗りがしないしどうしよっかなみたいで、ね、すごくこうモヤモヤしてるんだと。で,で何をモヤモヤしてんのって聞いたらいやーなんかこんな僕が社会人になっていいのかなとか。 ねね、こう自分に自信がないのって聞いたら、そうですね、自信はあったことがないですね。っていう、まあ、そんなお話だったわけです。なるほど、なるほどと。で、今、日本国内に自信のない若者とか、自信のない大人って、すごく多いんですよね。まあ、日本って、あの、謙遜、謙虚ないわゆる民族なので、なんか自分のことをよく言っちゃいけない。 ね、なんか自分大好きとか言ってるとあいつナルシストだとかあいつは自分大好きだからとか言われちゃうところってあると思うんですけどみんな心のの中で静かに自分のことが好きだったりしてもいいとと思うんですよねところがね謙虚さ謙遜とかがまあ前に出すぎてその習慣をね思考としても使いすぎたあまり結局なんかこう最終的には特に自分に自信はありませんっていう人がかなり増えてる。 でこの自分に自信がないというのは結構根本問題だと僕は思っているんですね。例えば今不況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 なんて言われてますし、ね、今回の新型コロナウイルス騒ぎでもますます不況というか大恐慌のような世界になっていくんじゃないかみたいな話もありますけど実はこの日本が長年抜け出せていない不況の一番手前の原因に何があるのかっていうと僕は実は 自分への自信のなさがあるんじゃないかって思ってるんですよね。例えば今でも日本国内には 1, 兆円以上のお金があると言われています国内に1200兆円以上のお金がぐるぐると流通している国というのはやっぱり世界でも有数のお金持ちの国でもありますし本来であれば1200兆円ものお金がぐるぐるちゃんと流通している状態で不況になるってなかなかないそうなんです。でも それにもかかわらず日本がなぜ不況不況と言ってるのかこの1200兆円のお金は一体どこにあるのかというとまさに一人一人の懐の中だったりタンスの中だったりあるいは銀行の中だったりにあったりするまさに多くの方が自分のところに来たお金はもう俺のもんだと もう稼ぐ自信もないし、お金を手元に持っとかないと、この後もうどうなるか分かんないからって言って、お金が流通しにくくなるんですよね。みんながみんんななが えー、自分の喜びのためにあるいは誰かの幸せのためにもっとお金使うぞーって言ってうわーっとお金をみんなで回し合ったら不況なんてあっという間に解決してしまうわけですがまさにねいろんな要素は絡んでいるけれども日本の国力の低下だったりそしてこの不況の手前の原因の一つには自信のなさがあるのではないか一人一人が自分にあまり自信がないしかつ日本人として自信があるか。 あるいは日本という国にちゃんと誇りを持ててるかっていうと、これまたそうじゃない人が非常に多い。まあ日本ってね、名前出しちゃいますけど、お隣のあの国、あの国、あの国。例えば中国。 韓国、北朝鮮あたりが日本嫌い、日本嫌いって言っちゃったりするもんですから、なんか俺たちって世界中で嫌われてんじゃねえかなっていう思いがしてしまったり、まさに自分にも自信がなければ、日本人としてもあまり自信を持てない、うん、なんだか妙に後ろめたいような思いを、 え、抱きながら世界に出て行ったりですとか、そんな人もいるのではないかなと思ったんですね。私のこのところに来てくれたこの19歳の少年、まさにですね、これからの人生どうするかなというところだったわけです。で、そんな彼にも伝えたことなんですが、まさに私たちがこれからいい人生をより 歩んでいくためには自分に自信を持ったらいいしその手前にあるまさに日本のことをもっと知って日本の素晴らしさを知って日本人としても胸を張れるようになっていくともっともっと自分の中にも自信が湧いてきたり人生が豊かになっていくんじゃないかなと思ってですね私その若者にいろんな日本の話をしました。日本ってこんなにすごいんだよ。日本ってこんなに素晴らしい国なんだよ。 例えば彼に聞いたわけですよね。今ね、日本の大学生でそれこそ1万人に1人も答えられないし、下手すると小学校、中学校、高校の先生方でもほとんどの方が答えられない日本についての質問があります。日本って何年前の何月何日にどこで何があってできた国なんだろうっていう質問。その若者も、いや、わかりません。 考えたこともありません。そりゃそうですよね。私たちって教えられてないわけです。考えたこともないわけです。うん、正解を言うと、日本は2680年前に奈良の柏原宮、今の柏原神宮にて初代天皇陛下、神武天皇が即位された2月11日。 この日こそが日本が始まった日とされているわけですよね。今の西暦に660を足すと、いわゆる後期といって、神武天皇が即位されてから今が何年目なのかということがわかります。その初代神武天皇から現在の近城陛下、令和の天皇陛下で126代目になりますが、こういったことをほとんどの方がご存じない。 学校の先生でも知らなかったりする。2月の11日って建国記念の日っていう日にはされてますけれどもそれが一体何の日なのかもよくわからない。2月11日祝日だからラッキーみたいな学校休める仕事休めるみたいなそんなのになってるのすごいあるよな。す、う、る、ん、とねその若者も「はあそうだったんですか」うん。私たちの歴史の教科書っていうのは例えば小学校でも中学校でもどこから始まるかっていうと縄文時代から始まりますよね。 縄文時代というものは、えー、なんかね、私たちはこう、ナウマンゾを追っかけたりですとか、魚とか肉を食べながらですね、なんか毛皮の服を着て、槍とか弓を扱って、で、なんかね、竪穴式住居を高々に住んで、縄文時作ってましたみたいな、そんなところから始まります。で、この学問というのは、考古学なんですよね。歴史の本論とはちょっと違ったりします。うん。 考古学というのはまさに歴史をより詳しく楽しく学ぶためのオプションとしての学問ですからまさにねいきなり縄文時代にこんな家に住んでましたこんな土器作ってましたっていうことから学ぶことが実はずれてたりするわけです。日本以外のほとんどの国は歴史は国の始まりからスタートします。 歴史教科書、この国がいつどこでどんなふうにできたのか例えばアメリカに行ってアメリカっていう国っていつできたのって小学生の子に聞いたらほとんどの人が胸を張って答えるでしょう、うん、フランスに行ってフランスという国はいつできたのって聞いたら小学生でも中学生でも胸を張って答えるところが日本ではほとんどの人が答えられないこれ意図的にね、えー、実はまあざっくり言うと 75年前に、この私たちはですね、教科書、教育というものを変えられてしまっている。ってことは頭に入れておく必要があります。うん、こういうことを言うとですね、びっくりされます。で、下手すると、広さは右翼だとかね、もう考え方が右だとか言い始めるんですけど。<laughs> 僕はね、本当にもう右でも左でもなく、真ん中のことを喋ってます。日本人として普通に考えたら、 日本という国が好きだったり、日本という国の良さを話したり、うん、そして日本人としての誇りを持つ、うん、愛国心を持つ、ということは当たり前のことだと思っています。ところが、今のこの国は、 愛国心などという言葉を持ち出すと、出た右翼とか言われるわけですよね。どれぐらい今この国が大幅に左の方にずれてるか、真ん中の僕が右に見えるってことは皆さんだいぶ左にずれてますよっていうお話をするんですけども、どこの国に行っても自分の国の国民として胸を張るとか、自分の国をいい国だと思って、その国の良さを語ることができるって結構当たり前のことだったりするわけですよね。 例えば皆さんでもどうでしょう津田弘明のことをこの知ってくださっている皆さんが例えばね僕と一緒に、えー、サッカー日本代表の試合でも見に行ったとしましょうよでサッカー日本代表の試合の前とかって国家君がよとかしますよね、うん、そんな時に例えば「君が代斉唱」って言った瞬間津田弘明がガ、ね、ンと立ち上がってこう直立不動のままもう君が代それこそ涙流して歌ってるとか。 あるいはね、皆さんと津田広明が一緒に街を歩いてるときに、どっかにたまたま日の丸がかかってたと。そしたら津田広明がまた国旗に向かって、ブシッと気をつけして一礼をした。とかもしし始めたら、皆さんほとんどの方が、ああ、ヒロさんそっちなんだって思うはずなんですよ。<laughs> あ、この人危ない人なんだみたいに。これね。 例えば外国に行って、僕は日本の国家とか国旗に忠誠を誓ってます。国家や国旗を大切に思ってます。っていうことをもし僕が言ったら、はあんた何当たり前のこと言ってんのって言われるわけですよね。そう。それぐらい日本人の国際感覚というか、まさに国民としての感覚というのは大幅にずれているという認識はやっぱり必要になってくるかなと。 思いますじゃあなぜそんなに僕らが歴史というものをきちんと学んでいないのか例えば神武天皇からそうやってこの国が始まったんだとかそんなことをなぜ教えてもらっていないのかということも疑問に感じると思います簡単に言いましょう75年前にいわゆる大東亜戦争第二次世界大戦において日本は敗戦したわけですよねでその時に まさに支配者側が日本人をめちゃくちゃ恐れた。日本人が怖かったわけですよね。例えば白人はもう何百年とアジアの国を支配してます。ずっと植民地にしてたわけです。有名なところで言うと、例えば皆さんご存知のガンジー。ガンジーがいた頃のインドという国は数百年の長きにわたりイギリスという国に支配されていた。数百年って恐ろしいですよね。 自分の子供も孫もひ孫もずっと奴隷だった、ずっと強制労働、生まれた時から死ぬまでイギリス人の利益のためだけに体を酷使し、奴隷として働き、ほとんど給料ももらわれず、そしてちょっとでも下手やらかすとすぐに死刑になる、そんなことが当たり前だった。 インドのみならず、いわゆる東南アジアのほとんどの国というのは、日本とタイ以外のすべての国が白人の国による植民地政策を受けていたという事実があります。だから白人たちはノウハウがたまってます。どうやったらこいつら、有色人種、黄色人種を支配できるか、ずっとね、知識があるわけです。ところががそんな支配者側が 本当に気に食わない民族こそが、この日本人だったわけですよね。こいつらは同じイエローモンキーだと思って、ねえ、他のアジアの国な同じように植民地にしてやろうと思ってたわけですが、こいつらだけはどうも気に食わない。うん、古くは日露戦争でロシアに勝っちゃうとかね、日清戦争でも真という国に勝っちゃうとか、とにかく僕、俺らが舐めてる、 この黄色人種の中でも日本だけはなんだかこう力があるし腹が立つんだよなと古くは明治維新の時にね皆さんご存知ペリーとか来ましたねハリスとかが来てまあ無理くり開国させて自分たちの利益のためにまあいろんな形で植民地にしてやろうかと支配してやろうかと思ったらまあ日本人はびっくりそこから富国強兵なんつってね和服を捨てて刀を捨てて格好だけは西洋人の格好になったんですけれどもそこから 本当に誇り高く、心は大和魂のままで、そして西洋人の格好になり、ロシア、日露戦争とかに勝ってしまった。とかね、うん。本当にね、気に食わない国だったわけですよね。ずっと日本という国は、白人にとって、うん。その大きな原因になったのは、皆さんもご存知かもしれません。第一次世界大戦の後に行われたパリ講和会議。 という会議があったんで、すす。ね。1919年になりますでこの時に大国ロシアとかを倒した後にまさに、えー、当時の国際連合今の国連ね国際連盟の前身である国際連合という集団の中で日本はかなりの発言権を持っていました、うん、もう有色人種としてはトップの発言権を持ってたんですねで、この時に私たち日本の代表はパリ講和会議において すごいことを提案します。みんな、差別をやめましょう。人種差別をこの世界からなくしましょう。っていう歴史に残る画期的な提案をした。世界の諸国はびっくりして、そして多くの国際連合に加盟している有色人種の人たちがイエス、賛成と言って声を上げたわけです。そして、 なんと、この日本の提案は国際連合のこの会議の場において多数決で可決されそうになったわけです。いよいよこれで、この地球から人種差別が消える。ところがですね、アメリカのウィルソン大統領という議長が、ちょっと待てと、こんな大事な提案は多数決じゃなくて全会一致じゃないとダメだと思う。 って言い出すすわけですそしてほとんどの白人の国たちとか植民地を持っている国の代表たちが「そうだそうだ!」と言って日本の提案せっかく多数決で可決されたにもかかわらずここでなかったことにされてしまう。うんまあ、後にねこのウィルソン大統領という方は人種差別撤廃の原動力になったなんつってノーベル平和賞を受賞してますから何のこっちゃですよね。うん まさに、ね、日本のこの時の提案には自分たちの自国の利益がなくなってしまうので真っ向から否定されたそしてとにかくこの時もまた大きなきっかけになりこの日本という国は白人たちからのターゲットになるわけですこいつらだけはいつか潰さなきゃいけない、うん、そしてそこから時は流れいよいよあの大東亜戦争が始まっていく 日本は包囲網にうわけですよねその時に ABCD 包囲網といって A はアメリカ B はブリティッシュイギリス C はチャイナ D はダッチオランダですよねこの4カ国が合同で日本に対してもう石油を輸入しませんという政策を打ち付けます当時の世界において石油を奪われるというのはまさに血を抜かれるのと一緒 国が石油という血液で回っている、そんな時代でもありましたから、完全に日本はもう、えしするしかない。そんな状態です。日本をなんとか外交で切り抜けようとしますが、この ABCD 本意もは解かれることはない。そして、最後に突きつけられたのが、春ノートといって、アメリカからの無茶な要求です。簡単に言えば、私たち一軒の家で例えるなら、いいか、津田。 お前の家の全ての財産を置いて、今夜12時までにこの家を出て行け。出ないと皆殺しにするぞ。みたいな、そんな無茶苦茶な提案だったわけですよね。まあ、後にあんな春ノートのようなものを突きつけられたら、どんなに小さな国でも矛を持って戦うだろう。っていうことを言われたぐらい無茶苦茶な要求だった。だからこそ日本は、 もはやこれは自衛のためのまさに自国民の命を懸けた戦いだということで白人たちに対して歴史上初めて牙をむいた有色人種ということになります。うん、そしてまあ実を言うとこの時ねアメリカの背後にも日本の背後にもコミンテルといっていわゆる共産主義の考え方というものが、えー、入ってた。 そしてまあ日本の政府にもアメリカの政府の内部にもそういう共産党のねスパイがたくさん入っていてそして日本とアメリカが綺麗に戦争するようにちゃんと全部シナリオを書いて導いていったっていうことも最近の研究で分かっていますそうやって日本はまあものの見事にある意味戦争の中に引きずり込まれそして大虐殺を受けます大虐殺とは何かまさに 二発の原爆であり、そして東京大空襲であり、私が暮らしている名古屋やその他諸々多くの地域でも無差別に市民が殺戮されていきました。本来であれば戦争というのは軍隊と軍隊の争いですから、自国民を、相手の国民をね、そんな無下に殺してはいけないんですけれども、まさにアメリカがやったことというのは本当に非道な国際法違反としての行為であった。 という話もあります。そして、日本が負けた後に何が行われたかというと、白人たちは怖かったんですね。日本が。こんなに恐ろしい国はなかった。典型的な例で言うと、神風特攻隊。あんな戦略は本来あってはならないし、西洋個人主義で考えたら、ありえない戦略だったわけですよね。 まさに若者たちが自分たちの空母に爆弾ごと命ごと突っ込んでくる。しかも薬を打たれたわけでもなく、洗,洗脳されていたわけでもなく、誇りともに胸を張って空母に突っ込んでくる。なんて奴らだ。俺たちはなんて奴らと戦ってるんだ。こんな恐ろしい奴がいるのか。と言って、 当時のアメリカの空母の乗組員の中には日本兵が恐ろしすぎて心を病んでしまったそのまま自国に帰ることになったっていう兵隊もいっぱいいたと聞きますだからこそこの日本という国だけは武力では支配できないって思ったみたいですね、うん、これまでの東南アジアの国々は武力で支配できた けど同じアジアの民族なのに、この国だけは無理だ。うん、当時、天皇陛下を処刑する、そんな話もあったようです。ところが、日本のことをよくよく研究してみると、この天皇という存在でもって、まさに権威と権力が分かれ、国が一つにまとまっている。天皇陛下という存在がいるからこそ、この国は世界で最も長い歴史を持つ、 国でであるその歴史と文化ですよねだから天皇を亡き者に模ししてしまったら日本国民を全員処刑しなければならなくなるそれは物理的に無理な話そしてどれだけ武力で支配したとしてもこの日本人という民族をこの日本という国のどこかに一人でも残しておいたらまた100年後1000年後に白人を皆殺しにしに来るかもしれない。 それぐらい恐ろしい民族だ。そう言って彼らは心の底から日本人が怖かった。だからこそ日本人から誇りを奪うために武力ではなく教育を変えました。具体的には教科書を変えました。教科書の中でできるだけ日本に誇りを持てないようにする。 日本は悪いことをいっぱいした国だ。東南アジアにいっぱい迷惑をかけた。侵略戦争をしたんだ。そういう歴史を教え込んだわけですよね。侵略戦争とは何か。まさにですね、日本が東南アジアの国々に攻め入った。という、そういう戦争にしてしまいました。ところが、今でも、例えばインドネシアという国は、インドネシアの建国の日に、 日本という国がいてくれたから白人を追い払い私たちは独立できたんだって国の党首国の首相が首長が宣言してくださるようなそんなニュースも実はあります日本では報道されることほとんどありませんインドでも今でも国の首相が建国を記念する日に日本という お母さんから私たちは生まれた。母体は損なわれてしまったが、私たちはそのおかげで今もインド人として生を全うできる。そんなふうに首相が言ってくださったりします。多くの日本人はほとんどこの事実を知りません。まさにアジア解放のための戦いであり、まさに日本も アジア諸国を植民地にしている白人を追い出さないことには白人を倒すことができないわけですからだからこそ東南アジアの地で戦った侵略戦争まさに例えばインドネシアを支配していた国からしたら日本が侵略してきたわけですから侵略戦争だったかもしれません一体どこの国の立場から歴史を学んでいるんだろうっていう話ですよねでもまあ私たちは やっぱり素直ですし、学校の教科書がそんなに改ざんされたり、下手すると捏造されてるなんてことも知りませんから、それを普通に学んで、私も高校生ぐらいまでずっと思ってました。日本は悪いことしたんだろうな、うん。ずっとそんなふうに思ってた時代もあります。ところがね、高校、大学と、日本は実はこんなに素晴らしい国だったんだっていう、 その学びを重ねていくうちにまあざっくり言うといかに日本が戦後75年経っても騙され続けているのかってこともよく分かりました私の大学時代の恩師は西敏夫先生といいまして今スタンフォード大学フーバー研究所というまさにねアメリカの未来を担うような本当にエリートの中のエリート天才しか入れない研究所の中の 客員教授を得られている方です。私の恩師でもあります。この方が何者かというと、アメリカの日本に対する政策がいかなるものだったのか、アメリカが何を恐れ、日本に対してどんな戦後政策を行ったのか、その機密文書、段ボール箱、100個分以上の資料を、世界で初めて紐解いた人物でもあります。まあ、アメリカは、 そういう意味では公平な国ですので、機密文書も何十年が経つと公開したりします。この私の恩師、西斗夫先生は、まさに機密文書が公開されるその日に、アメリカの国立図書館の地下室において、その段ボール箱、100箱分以上の機密文書、紐解き、それを研究し尽くして、そしてスタンフォード大学の客員教授になったという方です。まあ私はね、この方からいろんなことを教わって、 改めてね、日本がどれだけ素晴らしい国か、そして私たちが75年間間違った歴史、歪んだ歴史教育というものを押し付けられてきたか、ということもよく学ばせていただきました。日本ってすごいんですよ。アジアの国に出ると、めちゃくちゃ尊敬されてるってことがよくわかります。僕はカンボジアで個人の運営のサポートもしています。 子供たちがカンボジアの個人に僕が会いに行くたびに目をキラキラさせながら言ってくれます。私たち日本が大好きなんだ。いつか日本に行って働きたいんだ。で、なんでそう思ったのって聞くと、いろんな国の人がこの個人にボランティアとかで来てくれるけど、 日本人が一番優しい。日本人は嘘つかないんだ。例えば、ある白人の国の人がボランティアと称して、この個人に来たときに、私たちがサポートしている食料、お米が大量に個人に届きました。で、お米がたくさん積んであるわけですよね。その白人の人たちが、 このお米の前で写真撮っていいかって言うんで、個人のオーナーが、ああいいよと言って、そして撮影を許可したわけですが、後に彼らの Facebook を辿ってみたら、このお米は私たちがこの個人に寄付したお米ですとか、それでもってまた信頼を高めてお金を集めているとか、クラウドファンディングでお金を儲けているとか、そんな話もいっぱいあります。 もちろんね、白人全員がそうというつもりはありませんが個人の子どもたちは肌で感じてくれてるわけです。日本の人たちが一番優しい。嘘つかないんだ。嬉しいですよね。外国に出ると本当に日本と愛されてるんだなって思います。お隣の台湾という国に行くとまさに台湾は世界一の親日国ですから日本が大好きなんだ。 目をキラキラさせながら言ってくれる。そう、私たち日本人は、外国に行くと、本当に尊敬され、愛されてるんだなって感じる。代表的な例が、2011年の東日本大震災でした。私も当時、サラリーマンでしたが、すぐに辞表を出して、現地に行って、そして、現地で、 本当にあの極限状況の中で、みんなで寄り添い、助け合い、奪うことなく、分かち合って、耐え忍んでいる、その東北の方、日本人の姿を目の当たりにしました。それから後に外国人の友達に言われたことがあります。あの日本人が一本の水を、一本のパンを誰も奪うことなく、 暴動も起きず、みんなで助け合って、分かち合って、肩を寄せ合っている姿。俺も国で見てた。なんて素晴らしい人たちなんだろう。家族で涙を流しながら見た。世界中に日本人みたいな優しい人が増えたらいいのになって、そんなふうに思ったよって、彼は言ってくれました。 ドイツ人ですけどね。それぐらい実は、もともと、本当に素晴らしい優しさを僕らは持っています。そして、世界で最も古い歴史を持っている国。記録に残っているだけでも1800年以上。ダントツ1位です、うん。第2位のデンマークでも1000年前後。 ですからイギリスという国がどれだけ歴史が長いといっても数百年アメリカはまだまだ150年ぐらいの歴史しかないそんな中で、ね、中国4000年の歴史なんて言いますが中国はまさにですね王朝が変わるたびに民族も文化も言語も全てが変わりますから、ね、日本を完全に他の国が例えばロシアが乗っ取ってロシア人の国にしてしまうっていうぐらい国と民族が総突待されますので。 実は言うと、中国という国は4000人の歴史でも何でもなく、うん、わずか80年ぐらいの歴史しかないということですよね。うん、それぐらい実は日本人は本当に歴史が深く、長く、そして思いやりを持ち、世界中で尊敬されているということを私たちはもっともっと知っていいんだと思いますし、そして私たちの祖父の世代が一体何を守るために戦ってくれたのか。 もちろんね、戦争を来賛するつもりは全くありませんし、神風特攻隊のような戦略は、本当は絶対にあってはならなかったはずのもの。でも一つだけ言えることは、ああやって命を懸けて戦ってくださった方がいるから、この国があるということ。武力で植民地にされることもなく、生活をすることができた。 まさに私たちの祖父の世代が、あるいは若い世代から見たら、祖祖父、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんの世代が、命がけで戦い、守り、受け継いでくれた命なんだな、ということを、やっぱり改めて、私は日本人として大切にしたいなと思いますし、そのことに感謝しながら、この日本で暮らしている以上、日本という、 この国を愛し、この国の素晴らしさを語り、受け継ぎ、そして日本人として誇りを持って生きながら、尊敬される日本人になる。そして、日本人のような素晴らしい人たちが世界のリーダーになっていってほしい。それが私の心の底からの願いでもあります。私はきっと、日本人を復活するために、日本を復活するために、 日本を世界のリーダーにするために生まれてきたんだと思っていますし、きっとそのために、この津田弘明としての人生を、命を使って死んでいくんだろうなと思っています。私たちはどうやら、随分、長い心の旅に出ていたようです。かれこれ75年間も、夢の中で、日本は悪いことをした国だ。 けどそうじゃなくて、目を開ければ、ちゃんと一人一人の心の中に、日本人としての素晴らしさが眠ってる。僕はこう思ってます。別に、学ぶ必要もない。別に、優しくあらねばならないとか、そんなことをわざわざ学ばなくてもいい。ちゃんと一人一人の心の中に、当たり前のように思いやりがある。それが、日本という国だと思っています。 どれだけ震災やあるいは新型コロナウイルスの騒動でみんなが不安に駆られても暴動も暴力もほとんど起こらないみんなが助け合いながら励まし合いながら寄り添って生きられるそれってすごいことなんですよね世界の国に行ったら暴動が起こって当たり前のところですから、うん、私たちが当たり前に日々使っているこの思いやりや 愛や誰かを思う気持ちというものは、実は世界に行ったらすごく貴重だってことですよね。それはあなたの中にも存在してるし、それを当たり前のように使ってもらうだけでいい。そして改めて、そうか、日本ってそんないい国だったんだとか、そっか、日本ってそんなに世界で尊敬されてるんだっていうことも大切にしながら、 もう一度正しく学んでいく必要がある。悲しいことですが、日本の教科書は大幅にいじられています。例えば私が子どもの頃は、いい国作ろう、鎌倉幕府と学びました。源頼朝が鎌倉幕府を開き、征夷大将軍に任命された1192年が、えー、源頼朝が鎌倉幕府を開いた日である。 って教えられてますよね。ところが今の子供たちは1185年だって教えられるそうです。これね、7年早くなってるんですね。えー、なんか解釈が変わったのかなと思って聞いてたんですが、実はそうじゃない。1185年は源頼朝が鎌倉に拠点を置き始めた年だそうです。それをもっても鎌倉幕府を開いたことにしてしまおうっていう歴史的意図が働いてる。これなぜそうしたのかというと、 まさに聖位大将軍は誰から認められるかというと、天皇陛下から任命を受けるわけです。そう。まさに教科書をいじくり回している勢力からすると、聖位大将軍という偉い存在が天皇陛下から任命されたということにしたくないわけですよね。その時をもって鎌倉幕府を開いたんじゃなくて、まさにもう頼朝が鎌倉で影響を持つようになった1185年にしてしまえ。めちゃくちゃですよね、本当に。こうやって。 実は目に見えなない部分で日本のの大切なものが抜かれようとしております、うん。どん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 歴史の教科書が歪められている聖徳太子も今はもう教科書が消え,消えそうになってますよね馬宿の王子という名前で生まれ育ったんだから、えー、聖徳太子ではなく馬宿の王子と呼ぶようにまさに馬小屋で生まれたというねその何かイメージをつけたいみたいなね 日本の偉人を、そんな風にね、名前まで変えていじくろうとしている、そんな勢力も存在します。だからこそね、学校の勉強を、まあ、全否定しろとまでは言い,いませんが、学校で学ぶことだけが全てではなく、実は学校の教科書というものは大幅にいじられておりますし、そして、それに影響を受けている教師もいっぱいいるわけですから、より視野を広げながら、日本のことを学んでいってもいいのかなと思います。 最後にですね冒頭に申し上げた日本という国は今から2680年前に初代天皇陛下神武天皇が奈良の柏原神宮にて即位されたその日こそが日本の始まった日であるそんなことをお話し,しましたその時に神武天皇が即位兼とのみことのりといってまさにここに即位し都を建てるみことり みことのりとは天皇陛下のお言葉、公式な言葉のことですよね。即位剣、みことのりという号令を発していらっしゃる。その時に、そこに何が書かれていたのか。実はそこに、日本の精神のすべて、大和魂の根本が書かれております。それ、ひじりのりを立て、断り必ずこれに従う。 難しい言葉から始まりますが、この即位賢との御子りの最後の一文は、こんな言葉で締めくくられます。雨が下を覆いて、家となすこと、またしからずや。どんな意味かと申しますと、本当に簡単に言います。国も、地球も、宇宙も、みんな、 一つの家族なんだ。そのために日本という国は生きる。そのために日本という国はできた。私は天皇として、これからもその思いを大切にしながら、道徳の心でもって、みんなを導いていく。そんな宣言なわけですよね。雨が下を覆いて、 家となすことをまたしからずやみんな一つじゃないかみんな家族なんだみんな一人一人が大切な存在なんだそんな思いが今も脈々と受け継がれている国でもあります争うことが当然であった他の国とは一味も二味も違うかもしれない これぞまさに日本精神の根本、大和魂の真骨頂。私たち一人一人が、こんな全て一つ、みんな大切な家族。一人一人が、一つ一つの国が、本当に大切なんだって。そんなふうにまた、結び合い、結び付き合いながら、 励まし合って、みんなで素晴らしい地球を作っていこうじゃないかって。素晴らしい未来を作っていこうじゃないかって。そんな風にね、多くの日本人の方が思っていただけるように、また私はこれからもメッセージを発信し続けますし、今日、このメッセージを聞いてくださった。 どなたかの心の中に日本とはそんなにすごい国だったんだ。そんなに大切な思いが今も息づいている国なんだ。って火がついて、これをきっかけにまた学び続け、胸を張って日本人として堂々と歩んでいける。そんな未来になったら嬉しいかなと思います。